今日も電脳世界の一日が始まる。ちょっと覗いてみましょう。こけー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 くー。今日は火曜日の後ろの日つー。今日も一日頑張るぞい。ちょんちょんちゃちゃん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 ぽよよん。ジョーン、ジョーン、ジョ、ジョ。お、今日の表情チェック、参ります。はい、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 はい。ドン、ドン。あーあー、今日も撮影しよう。撮影だったかな。あ、あれか。後でやろうと。まかはにゃはらみ。プロデューサーさん、私電脳少女シロと申します。よろしくお願いします。声が小さい。ちゃんともいい。は
談されまくりやで。うちの子になりました。可愛がるね。はぁ、何着てもらおう。こうやって可愛がると、力も浮かしません。浮かしますね。まず布になりますね。あの目アパンを隠しなさい。はい、こちらの美少女はもちろん、アニメ一期当選とのコラボは6月7日23時59分までとなっておりますので、お気をつけください。はい、では続きまして、プレイヤー同士の仁義なき戦い、傾城の戦いについてご紹介したいと思います。何かわからない。仕方ないですね。シロちゃんが紹介してあげますよ。はい、おー、キラキラやで。ちょんたんです。ちょんたんの布になりたいだけの人生でした。傾城の戦い参ります。ふむふむ、が1人2ずつあるんですね。攻めとか守りとか配置について戦闘始めてもらうのかな。ふーん、ゆきー、ゴゴ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 、2匹を同時に配置しよう。はい、ということでお見せできるのはここまでです。タケノコ研究会気になりますね。ぶっつぶしてやりますよ。ということで、ここから先は選ばれし者だけ。いやー、傾城の戦い、これも白としてはもちろんてっぺん取るしかない。アホゲンのてっぺん、ゲームの URL は概要欄にあるので、皆さんぜひプレイしてみてください。本当に放置してても楽しめるゲームなんでおすすめです。いくら放置して